はい、エンペイチャンネルです。以前の動画になりますが、こちらね、木島さんのグリップヒーターですよね。このグリップ部分の端っこにスイッチがついていてね、細身でスタイリッシュなグリップヒーターになりますが、こちらね、グリップヒーターを川崎さんの W800 に装着するという動画を、まあ2年ほど前ですかね、に上げていたと思います。で、この季節ですよね、グリップヒーターを装着する季節になってきますと、やはりね、川崎さんの W800 にこの木島さんのグリップヒーターを装着ね、どうやって装着したのですかとか、あとね、装着した後何かしらね問題ですとか、まあ何かありましたかというお問い合わせね、お店の方にいただいたりしますというね、今日もそのようなお問い合わせをいただきまして、でちょうどね装着しました車両の方が、車検で入庫してまいりましたので、これね木島さんのグリップヒーター、まあ、装着してその後いかがな感じかというのをもう装着して、ね、2年ほど経ちましたので、今回動画にしておきたいと思います。で取り付けですが、左側は、通常の、ね、グリップ交換と同様に問題なく取り付けできると思うのですが、問題は、ね、こちら右側のグリップですよね。こちらの取り付けがちょっと難しいかと思います。で木島さんの、取扱説明書を読みますと、付属品としましてね、こういったスリーブが何種類か、同梱されています。部品の方にねついてきます。でこちらのね、部品はアクセルワイヤーをねこう巻き側と戻り側ね、装着しまして、アクセルワイヤーをこう巻き取るんですが、これをね純正でついているスロットルのこう巻き取り部分と同様の径をね、選択してこちらグリップヒーターに装着して車両に取り付けしてくださいとあります。ですがね、こちら W800 の純正のスロットルの場合、この巻き取り部分がね純正がちょっと径が小さいんですよね。で木島さんの付属のこのスリーブ巻き取り部分の一番小さいものを選択しても、やはりね純正の、スロットルの巻き取り部分より多少ね大きくなってしまって、そのまま装着した場合、これねスロットルのホルダーに干渉してしまって、こうねホルダーが締め付けできないですか、まあ締め付けしますとこうねアクセルのスロットルがこう回らないですとか、軽くね引っかかりが出るといった不具合が出てしまいます。ですのでね、干渉している部分がありますので、その部分をね少しずつ削っていかなければいけないのですが、もう一度にね削ってしまうと、これねワイヤーをこう引っ掛けるね、ワイヤーの太鼓部分ですね、丸くなった部分をこう引っ掛ける部分がありますが、この辺りもね多少削らないといけないので、あんまり一気に削ってしまうと強度がね落ちてしまったりしますので、で結局ね破損してしまうということになりますので、もう少しずつ少しずつ削ってね、まあ干渉しないところを探って、削っていくようになります。でどの部分がね当たっているかよくわからないという方はね、この前周にねまあペンですよね、こうマーキングするような白とかね、赤はちょっと黒なので見にくいかもしれませんが、ピンクですとか、まあそういったね色のつくもの、黄色ですとかね、まあそういったペンで多少ね色を塗っておいて装着してこう動かしてみると、その干渉している部分がね削れて色が剥がれますので、まあその部分をね少しずつ削っていくとか、でホルダー側にもねやはり色がついたりしますので、そういったところをね、こちら側ね、スリーブの方を削って、もうボディのねこちら側を削ってしまうとね、まあ削りにくいのもありますが、元に戻せなくなったりしますよね。こちらのスリーブの方を少しずつ削って干渉しないようにすると、このように軽く回るようになります。ですがね、もともとメーカーさんが付属している部品を加工することになりますので、まあ場合によってはね保証の対象がなりますし、あとねまあ事故、思わぬね事故の
ね、引き起こすこともあるかもしれませんので、まあ、そのね戻りが悪いまま乗ってしまうとね、アクセルが戻らないとかいった不具合が出てしまって、まあね、事故につながる恐れもありますので、まあ、そのあたりは自己責任ということで、ね、もうよくよくね、このアクセル戻りだけは確認しながら装着してください。で、2年ほど前に装着しまして、で走行距離にしましたね、6、7000キロですかね、まあ、走行されまして、まあ、二冬は、ね、使用されましたが、特にこのグリップ問題ありません、ね、ヒーターが効かなくなったりですとか、まあ、一度ねコントローラーの方があのランプの、ね、点滅が悪くなって、まあ、それはね保証で、まあ、コントローラーの方の不具合でしたのでね、保証で交換していただいた覚えはあるのですが、まあ、あとはね特に問題なく使用しています。で、グリップのゴムの方もね結構しっかりしてまして、まだねそんなカチカチになるとかそういったこともありませんし、ゴム質もね、しっかりしていてしっとりしています。よくねあの物によっちゃねツルツルになったりですとかひび割れてきたりね、安い商品によくありがちな、クオリティですとそういったことがあったりしますが、まあ、木島さんの場合ですとねそういった、まあ、ゴム質が悪くなったりいうのは、まあ、2年経過ですがございません。で、まあ、トラブルの方もねそのように、まあ、ヒーターが特にどうこういうこともないので、ね、片側はあったかくならなくなったとかよく聞いたりしますが、まあ、取り付けだけねちゃんと作業していればそういった問題もないと思いますので、安心してね使用できると思います。で、最近無印のものもね出ていますが、やはりねこう通電しなくなったりしてね、急に作動しなくなったりというのも、まあ、見かけたりしますが、やはりね一応メーカー品ですので、そういったことはね特にないようです。作りはねしっかりしています。ゴム質にしてもまあこうね、ハーネスにしてもハーネスもねよくねあのとある国のものでしたらカチカチになってねこうひねってる間パキパキに割れてね、断線したりショートしたりというのも実際ありますので、まあそういったこともね、こちらの商品ございませんので安心して使用できると思います。ということでね、これからグリップヒーター装着しようと思われる方、まあ、かなりね、このスリーブ装着するのは難易度がありますので、まあ、あんまりね、こう、どうぞどうぞとはお勧めできませんが、まあ、選択肢をね、一つに入れてみてはいかがでしょうか。で、取り付けの方に関しましては、もうね、加工をしてしまうことになりますので、まあ、何度も言いますが自己責任ということになってしまいますので、その分はね、十分ご注意して、作業してください。ということで、こちらね木島さんのグリップヒーター2年ほど前に装着しましたが、まあ、その後ね、このグリップヒーターどのような状態かというのをね現時点での状態を確認してみました。ご視聴ありがとうございました。